カネンさん、こんにちは。アカネンスヨードで今日はですね、新しいものが3つ来ましたので、それについて話していきたいなと思います。まず1つ目はですね、このね、グランドマスターズの優勝戦争投票。これはですね、8名の方たちが戦うものになっているんですけど、その中でも優勝しそうな人に、まあ、投票するっていうものになっていて、当たらなかったとしても50ガチャポイント、もし当たったら200ガチャポイントっていうね、結構大きな数字もらうことができるんで、まあ、運試しと思ってね、ぜひ皆さんもね、投票していただけたらなと思うんですけど、まあ、今回参加する方々に関してはこんな感じとな なっております、まあ一応ですね、右下の方はグランドマスターズ2回優勝している、直近2回から連続2回ね、まあ、優勝している方になってまして、左上の方に関してはタワー1位を最近めちゃめちゃ取ってる方になってますので、ま、あこの2人を選ぶのが結構硬いかなと思います。でも、グランドマスターズでどうなるかはわからないんでね、マジであの、それはもうこの戦績みたいなのも一応見れたりはするんでね、まあ、自分の好きな人を選んでいただけたらなと思うんですけども、一応こんな感じになっておりますと。で、ま、あ2つ目、2つ目はですね、このね、 スーパードリームチャンスガチャですね。まあ、本日の夜のね、まあ、8時から始まるものになっているんですけど、これを引くことによってですね、ガチャポイントか復刻フェスガチャチケットが当たるっていうものになっておりますので、ぜひこれも忘れないように引いていただけたらなと思います。まあ、今の場合であればですね、まあ、あの、 カののの時のねガガチチャャであったりだとかラインンズマンのガチャ引くことができるんやけどこのね、チケットの有効期限がまだね、先になってますので、まあ、まだなんか来る可能性があるんですよ。なので、そのためにもね、まあ、いっぱい持っておいた方がいいと思うので、まあ、広告見てでもね、毎日これ多分朝の8時、夜の8時、で、まあ、広告文でまた夜の8時2回見れますんで、合計で4回ね、まあ、引けるものかなと思いますので、ま、ぜひともこちらもね、忘れないように引いていただけたらなと思います。で、ま、あ最後はですね、このイベントのところなんですけど、ま、あこれもね、あの、 やっといた方がいいたがんですけどまあ、本日からですね、昔のラインズマンのストーリーマッチっていうのはね、まあ、どんどん追加されていって、まあ、こうやってストーリー見て、まあ、別に全部見なくていいんですよ。これ右上にね、スキップっていうボタン出てくると思いますんで、まあ、そちらを押していただくことによっては、パッと終わらせて、しかもガチャポがフィッてもらえますので、まあ、これもですね、まあ、ちょっとあの、ストーリーいっぱい流れてきてめんどくさいかもしれないんですけど、これだけでね、ガチャポ結構集めることができるんで、ぜひこれらもやっていただけたらなと思います。で、まあ、今回に関してはですね、このラインズマンルーシェ、そしてラインズマン桜、ラインズ ミコリ,リティのストーリーマッシュとなっているんですけどこれに関してもですね、まあ、何日かごとにどんどん増えていくという感じになるので、まあ、多分またあの紹介することはないと思うんでぜひ忘れないようにイベントとかもね毎日チェックしていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思いますということで今回はですねこの3体僕持ってますんでこれでタワーやっていきたいなと思いますこのチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方はぜひチャンネル登録してください はいという特で1戦目やっていきたいなと思いますアイデアレート2322でミサカ坂美琴と後継者とミュウエがいるっていう感じになっているんやけどまあミゼリだけを使ってやっていきたいなと思います他2人はねクレーコートなんであれではあるんやけどまあ、この子はですねラリーすればなんかお化けみたいなのが出てくるんですよでそのお化けが増えていくごとにスピンの球がねまあ、速くなるとでかつ特殊状態になったらやったからんかグッド以上で返球した時にね、まあ、あれがあるんですよあの ないとき、ヘビーショットになる。早っそんな球早いいいなぁ、これ。 あの、ね、ヘビショットになるから、相手が打球向果う効向こうとかなかったら、永遠にダイレクトで帰ってくるみたいな、えげつないやつ打つことができるんやけど、まあ、相手のね、あの、GS をさっきカウンターしたから、お化けがプラス3になって、いきなりめっちゃ速くなったって感じ。で、これね、お化けで発射することできるんですよ。これ発射することによって、次元式の爆弾を受けるんやけど、これってね、空中地面向こうあったとしても吹き飛ばすことができるっていうのが結構ね、いいポイントとなっております。ただそのお化けがなくなってしまうんで、弾速くなるのはなくなっちゃうんで、そこはちょっとね、どっちを選んだらええねんっていうのはあったりする るんやけどこれ何、SS、か、okay. これでまたお化け3つになりましたといいですねああもう打たれちゃったで特殊状態じゃなかったらこのお化けはね一緒になくなっちゃうんですよなので早く SS 打ちたいねんけどさっきあれやねんな、ね、あのー、何やってっけ s s 増加のマイナス75%みたいなあれを受けてしまったがためにと <laughs> マジで無理それ <laughs> あのー、何やってっけ受けてしあったがために生存まだ溜まってないって感じになってるんやけどちょっとやめてそんないじめ方しないで まあでも相手は今オーバーフロー状態中やがドリンク取っても150いかれへんからまた飛ばしてくることはない。まっすぐ新速飛ばしていって。新速遅くないあれこれ新速やんだ。なんかさっき性能読んだと思うねんけど。なんかそんな早くないな。ちょっとなんか脳みそがインフレしてしまってるのかな。ちょっと分かれへんけど。で、得る状態になったらグッドジャストやから。まあこれ売ってからの、まあ普通に全部返していけば。あ、てか相手売ってくれたから。そのカウンターまでまた出せたで、ね。で、一個ずつしか置けないのか。なんかちょっと二個置けるかなとかちょっと期待しちゃった。<laughs> で、これは、ぐっちゃがついてるから、ちゃんとグッド以上で返せば、フラットサーブをね、打ち上げずに済んだんやけど。いやー、やめてー。え、あれってさ、3ポイント残るやんな。俺そう信じてるよ。あ、残るやん、いいやただ、この対面ちょっと空いてさ、またあれ打ってくるでしょ。取れないんですよ。そんな早いの。あ、いいね、いいわ。今、吹き飛んだ見えたみんな。へへへ。きついきつい。いやーでも、まあ、もちろん、ラインズマンキャラなんでね、最低車だけで持たせると、まあオンザラインサテライト打つことができるんやけど、今の環境でいけるかって言われたら、まあそんなことはないよね。<laughs> いやジそのキャラ強すぎやろ。なんで勝率なんかそんな高くなかってんや、ほんま。<laughs> はい、という二2戦目やっていきたいなと思います。次はクレーコートなんでね、ラインズマンルーシェとラインズマンサクラ使っていきたいなと思うんやけど、まあラインズマンルーシェといえば、まあ体力からし性能かつ、まあ初手からね、得意状態っていうのがいいところなんで、まあ初めから体力からしていけたら嬉しくはあるんやけど、まあでもきついから、これ5打球しかないんですよ、初め得意状態。で、その4打球以内に点決めれば、ギアチャージって。 言ってねまたあのこのバイクの状態で5打球特殊状態でねポイント始めることができるんやけどまあ決まらんかったからまあそれは無理でしたとでまあこれ今あんまりダメージ入ってないと思うんですよただこの子は特殊状態になると全打球ジャストとチャージ持っててかつスロットスキルもねこの SS 打ったらクレイストーム打てるんでその公開環境中にあの与えるダメージがね合計で70%上げてるやつとストローグタイプのストローグプラス30%みたいなそんなんつけてるんでもうガツガツタイルからせる仕組みとなっておりますでマスラはねもうあのなんかエンブレム でなんかジャスト確定やったらダメージを受けないみたいなやつのね効果がなくなってしまったね全然体力枯れるんでこのタイミングは余裕で勝てるかなと思います元々ちょっと脆いしね体力ほら見て189ってこっちに入っていくから <laughs> おかしいやろこのキャラマジであのなんで今の環境いないんですかっていうような悲し具合やねんけどアイドルアイラがねあの子ねスタミナダメージ向こうついとるんですよおお間に合うこれ だから、まあ、それによってね、全然体力枯らされへんと終わってたみたいなあったんやけど、一応ま、地面向こうついてるから、抗えはするんやけど、特殊状態10打球しかないから、そこがちょっとね、難点で。わあこの子空中向こうついてない。あぁ、やべえ、感じた時めっちゃ体力枯らしてくんな。どないしようかな。一応この子って、SS 打った時と、特定した時に999回復できるから、まあ、それまでに点決めれたらいいって感じやけど、あ、無理や。スタミナダメージ向こうとかついてやがる。<laughs> でも一応、う体力回復できましたと。え、さっきからちょっと出してみるか。この子ってどんな感じやったかななんかね、めちゃめちゃ防御性能高いねんけど、空中地面どちらも向こうついてないよな。あ、空中向こうついてるよええやん。じゃあ、この子で撃とうぜ。この子で撃って、この子の良いところはエリアが嘘みたいに広いっていうのと、SS 取った時にオンザラインのカウンターすることができるっていうのと、まあ、着弾点見えるか割と防御力はあるっていうのと、空中向こうあのマジでいいな。え、これ結構ええやんか。ちょっとダメージと受けすぎな気がするけど。<laughs> ま、ドリンク上手い感じに来てるかオッケーだ S 来い こういうことですよおええー、やこの2人なんかええー、感じになんか弱点おぎあいやってるじゃないですかえいいじゃんでヘリオブライトも足してるでしょなのでこれはめちゃめちゃ早いヘリオエッセンスをバキュンできるわけですよ <laughs> 完璧な勝ち方したんですけどやったー ちょっと楽しかったね。もう一回ね、これコードやっていきたいなと思うんやけど、まあ、相手の編成がアイドルアイラと、リルテッドとアスラということで、ぜーんぶ得意状態解除のキャラですね。ただこの方がグッド以上で返球すると打球効果無効があるんで、しかも得意状態中全打球ジャストなんで、まあ、ほぼ打球効果無効ある状態じゃないですか。なので、アスラ以外には得意状態解除されないかな。地面無効もあるし、アイドルアイラにギミック効かないからね。 どうしようかなこの子ちょっと SS の溜まり悪いからギガス持たしてるせいっていうのもあって。なので、ちょっと一回サクラに変えようかな。ええー、と、どうしよう。えへへ。相手もうナだけ撃っちゃったもんな。だからそれをカウンターして SS ゲージ貯めたりとか得点することはできないから、まあ、ひたすら耐えることしかできないですね。やばい いや、もうこれしょうがない。どうしようかな。もうこの子出さへん気がするけど、一応ドリンク取っとくか。ま、あこの子 SS だ取ったら体力満タンになるしね。よし。あ、特殊高い除してくるじゃん。オッケーオッケー。で、わ、まあ、今関係ないわ。で、これグッド以上で返そう。よし。ほんだら打球効果向こうで、地面向こうるから余裕とと。オッケー。これでうんうん、なになにヒヒヒで、ライデはスタミダメージ向こうやから。 まあ全然点決まらんかったら結構積むんやけど、俺は頑張ってちょっとボレーとか行って、相手ロブとか打ち上げさしてスマッシュでバコンって決めて、まあやっていきたいなと思うんやけど、てかギミックもなくなったらいいね。よいしょ。これでは、いはいこれでもう普通にジャストボレー <laughs>。いいや。ま割と走りも速いよね。クレイストーブ貼ることによってスピード値が確か上がるんですよ。まあそれによってもね、戦いやすかったりはするんでいいんですけど、これはもしかして相手、接続切るみたいな感じかな <laughs> ずっと他のプレイヤーを待っています。てんてんてんってなってますけど。あ、てん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 なんよ、これ。3つかと思いきや4つとか、まあどうでもいい話もしてるんですけど。いや、これはもう切れちゃう感じなんか、もし続いたらちょっとカットして続けようかな。あ、あの、接続切られました。<laughs> まあそれぐらい強いってことですよ。そんなこともないけど、テレシアとかに対してもね、普通にあの、王養費なられてしまったりはするんで、まああれではあるんやけど、まあストームがあったりだとか、まああの、特定のキャラに対してはダメージ与えれたり、打球効果もこうあったりもするので、まあよかったら使ってみてください。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。